一つ、ご案内がありまして、実はこの、雪すけの国でこういった暦を作りました。これは月の暦、そしてこれを裏返しますと太陽の暦です。でこんな感じですね。よいしょ。で、これが月の暦、太陽の暦という、でこれが一冊になってます。でこれはなぜ作ろうかと思ったかと言いますと、明治の改暦以降、日本の風習というのはほとんどこの月の暦によっていろんなこう風習というものがなされてまいりました。で特に民間信仰というものはこの中でなされてきたわけですね。で逆にじゃあこの太陽の暦というのは何かっていうと、まあ、これ二十四節気ですね。これはまあ、農業というか、まあ、具体的にはやっぱりこう農業を営みとする人たちを中心として、まあ、あるいはこう自然の中に営みを置く人たちを中心としてですね、こう培われてきた、意識されてきた暦でもあります。でこの太陽の暦として見開きますと、そういったことをちょっとこう、二十四節気と雑節増節をですね意識して生活してみましょうということでですね、でこの開きますと、まあ、普通のこうカレンダー、はい、に、なってます。で一方ですね、月の暦、月の暦は開きますと、こちらも月の暦とは一体何なのかということですね。私たち、まあ、地球というものを中心として月の暦、月の、まあ、満ち欠けなんですけども、こういったものが、どういうふうに私たちのこの生活の中に、意味を持っていたのかということですね。でこれが残っているのが、分かりやすい例で言うと、この月の進行と、それから五節句とかですね、この辺りに結構出てきております。こう開きますと、いきなりちょっと誤植があって申し訳ないですが、この土用というのちょっと心なしなんですけども、まあいわゆる高島駅団とか、まあ土見門の暦とか神社で頒布される暦ですね、まあ、そういった暦と同じように作ってますが、月の暦の、一番の特徴は、全て月齢で、完全に、1日これ、1日が朔になっております。新月ですね、必ず新月から始まっているというような暦になっております。最初はなかなかちょっと使いにくいかもしれませんが、この新月の下に新暦の日付もちゃんと書いてありますので、それ照らし合わせてみていただければお使いになれるんではないかなというのは思います。であとはですね、この特徴としましては、暦というのは、実はまあ太陽と月とですね、もう一つ私たちの身の回りにある、まあ、この時間なんですけど、このところに、まあ、陰陽五行という、まあ、こういう陰陽五行ですね、陰陽五行の、考え方というのが非常にこう色濃く、使われておりまして、この陰陽五行と、それから、まあ十干十二支ですね、十干十二支、こういったものが組み合わされて、そしてこう複雑化されて今の暦としてなされております。ものすごい長い年月を経て培われてきた先人たちの知恵というものがこの中に網羅されてきたということも言えます。ぜひですね、皆さんもお使いいただければありがたく思います。